short, but we met Dr. Galbraith last year when he did an event with us here. He's written books such as Otaku Encyclopedia and the Moe Manifesto. He's very knowledgeable about manga and otaku culture in general, so he's going to ask Benjamin questions about his experiences coming over to Japan. We also have the illustrator of the book here today, Ms. Aoyagi. She may be interested in signing your book as well, so please look forward to it. ようなことですけれども、この発表の前に、まあ、対談の前に、あの向こうの雑誌のところに行って、オタク USA? オタク USA という雑誌があるんですよ。で、こういう時代ですから、オタク人 USA じゃなくて、オタク USA、USA そのものがオタクになってしまってるという、現象ですけれども、すごいことですよね。そうですよね。っていうのは、この漫画を読みたかったからです。というのは当時はそんなにエヴァ版がなかったので、日本語の勉強しなければ、日本の漫画アニメゲームそれほど鑑賞できなかったんです、ね、でしょうね、一番最初にその漫画アニメに出会ったのは、いつでしたか。ですね、しなくはないですよね。見たことあるんです。このなんていうか、今お聞きになっている人のほとんどは私の知り合いですので、会ったことはあると思います。方が多いということですね。っていうふうに書いてあるんですけれども、面白いだけじゃなくて事実です。4歳からゲームが大好きなんです。スーパーマリオとゼルダ伝説が大好きすぎていて、例えばなんていうか。ゼルダ伝説という割と複雑なゲームが一人でできなくても、私の世話をしていたベビーシッターをやらせてました。4歳頃の私が不思議に当時のアメリカにはゲームしかなかったんですね。ですよね、劇画風のやつはそこまで人気なかったかもしれないですね。ゲームのことで、例えばゴルゴ二次元的な女性とお付き合いをするゲームを、でも彼女が友達と交流しながら外国語の勉強はありです。聞きます。私の言語は確かにまだ不完全だと思うんですけれども、まあこれは細かい話かもしれないんですけれども、はい、最初はその文法とかそうじゃなくて、その片言を選びましたか。そうです、例えばバッチリとか、バッチリとか、それは使ってみようと思いまして、まあ、そういう使ってみようっていう心がものすごく大事だと思います。なんかこれは勉強した方がいいので、まあ、勉強しようかなっていうか、ごめんなさい、勉強なんていうか、このような勉強をすると仕事で成功するので、まあまあまあ勉強するしかないですねっていう、ちょっと中途半端なような心で勉強すると、まあ聞く人には聞くと思うんですけれども、関心に従ってそういうやりたいことのために勉強する、あるいはやりながら勉強するが何倍効果があると思います。これ B って書いてあるので、マリオじゃなくてバリオだと思うんですけれども、バリオですね。バリオ？ビューじゃなくてバリオ。バリオ、バリオ、バードマリオ。バードマリオね。なんていうんですか、2つのことは関心があれば全く一緒だと思います。まあ、もちろんゲームのためだけにゲームをやっているんだとしたら、まあ、長年やるとあまりキャリア的には良くないかもしれないんですけれども、まあ人間というものは常に変わっていることなので、関心も変わってもいいと思います。ゲーム以外あんまり考えてなかったんですけれども、自然なようにそれが僕の関心になっていて、まあ、それは人間のことだと思いますし、同じだと思います。これはやっぱりいつから対するゲームとか、はい、アイヒロとか、はい、それをなんていうか活動についてちょっと、はい、話していただければ、まあ、全部この本にあるんですけど、その内容をちょっと聞いた方がいいと思いますので、はい、私の趣味についてはそうですね、ベンさんの思ってる日本はどういう日本でしょうか、求めてる日本とか、求めてる活動、趣味とか。どういうところでしょうか。まあ、いろいろありまして、なんていうんですか、趣味ありすぎるとよく友達に言われてるんですけれども、まあ、その共通点をなんていうんですか、まあ、言いますと、まあ、なんていうんですか、じゃあちょっとこの写真で紹介。わかりました。します。はい、クールジャパンについてですね。わかりました。はい、そのクールジャパンとベンさん、はい。自分の関心に従うのがクールジャパンだと思います。それは何ていうか、何かをかっこよくする、完璧にする、
だけではなくて、あれやってみたいな、この漫画なんか読んでみたいな、ゲームをやってみたいな、写真を撮ってみたいな、あの外国に行ってみたいなと思って、で緊張せずにではなくて緊張しながらやる、する、あれがすっごく大事だと思っています。伝えたいメッセージとか、カピカピとかのメッセージありましたら、はい、スライドを用意しました。同じです。で、なぜこの本を作ったっていうのは、まず、なんでこのように、社会人として日本で生活ができるっていう一部は、日本の漫画、アニメ、ゲーム業界のおかげさまです。だから、なんて言うんですか、ありがとうございます。そのようなそれぞれの国が素晴らしいなと伝えるために、この本を作りました。そしてですね、私どれほど来るかあまり自信がないんですけれども、先ほどご紹介した4歳の素晴らしい、なんて言うんですか、合気道を目指している方とか、すごくクールジャパン的な写真を撮ってくださった方のように、聞いている皆様、そしてこの本を読んでくださる皆様に、同じように自分の関心に従って欲しいです。何て言うか、周りにどう思われるかわからない、そして自分がどれほどできるかわからないと、日本の校長先生に日本語を日本語の授業を作ってくださいと説教できたか、日本に初めて来た時はうまくいったか、ちなみにうまくいかなかったんです。悪い鉄火丼に当たってしまって、早めで日本から帰国しなくちゃいけなかったんです。あります。素晴らしい出版社の編集の方のおかげさまで、さまざまなキャラクターの承諾をいただきまして、このような方とか、このような男性女性と、なんていうか、同様であるラマとかが本の中に出てますので、私とその登場人物が遊んでいるすごく面白いシーンもあります。